こんにちは。今回は、新しい本を出版しますので、そのお話をさせていただきます。タイトルは宇宙体験。この本を、今月、出す予定にしてます。で、宇宙体験、どんなことだと思いますか？これまだゲラですけども、こんなのです。宇宙体験、地球がここにあってですね、宇宙、アンドロメダ星雲があって、ここに月があって、ここにこうちょっとこう光ってるような顔が、こうかな、光ってるような顔で、地球を眺めてるという、こういう、図柄の、表紙です。で、これはですね、実は私の初期の本で、天性と地球っていうのがあります。で、この天性と地球っていうのはですね、私が今こういう地球村という環境と平和の活動をしているその一番きっかけになった、私にとって非常に大きな、出来事というか交通事故なんですね。で、この天性と地球っていうのは大きな衝撃を受けた、大きな価値観の転換になったと言われる本なんです。あの体験は実は33歳の時の私の体験なんですね。で、今それから36年経った今、私が振り返ってあれをどう考えるか、そしてそれを今の視点から見て今後どう生かしていくかということで、書き直したのがこの宇宙体験なんですね。で、私の思いはですね、この宇宙体験というタイトルなんですね、天性と地球その2ではなくて宇宙体験というこのタイトルに思いがあります。というのは、まあ、読んでいただいた方がいいですし、あまりこうネタバレみたいな話は、しない方がいいと思いますけど、宇宙飛行士が宇宙に出てですね、地球を見たら劇的に考え方が変わるということなんですね。そもそも人は 何故に生まれてきたのか、そして人はどこから来てどこに行くのか、つまり自分は何のために生きていったらいいのだろうか。これはおそらく若い人が読んでもですね、もうかなりその人生の後半に来た人も、あ、こういう目的で自分は生まれてきたのかと思うとですね、最後の、数年であっても、最後のほんの、数ヶ月であってもですね、あ、自分の命はこういうために生まれてきて、あ、そうかということで、ある意味その安堵されるのではないかと思います。もしかしたらこれが私の、最後の本になるかもしれません。これは本当にそのこれまでやってきたことの、そのある意味で総集編と言いますか、地球環境のこと書いてませんよ。平和のことも書いてないかもしれません。むしろ心の問題、生き方の問題、魂の問題について書きました。これはぜひですね、たくさんの人に読んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。